皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日はあまり聞き慣れない言葉を少しお伝えしたいと思うんですが、アクティブラーニングという言葉なんですけど、皆さんご存知ですかね。ほとんど、まあ、耳慣れないんじゃないかなと思うんですけど、このアクティブラーニングっていうのが、これから大事になってくるんだよなっていうお話です。このアクティブラーニングって課題の発見や解決に向けて主体的に共同的に学ぶ学習という定義があります。ちょっと分かりにくいですかね。要はですね、こう、もともと課題がどんなものかわからない中で、こう課題を発見して、で、自ら解決に向けて、動いていって、それをチームでやっていこうっていう学習スタイルのことをアクティブラーニングっていうんですよ。で、これがなんでこれから重要かというと、実は、このこと、アクティブラーニングをしようっていうのが、実は学校、から起こってるんですよね。実は次期学習指導要領要項ですかね、っていうところで、このアクティブラーニングを大幅に導入されるってことが決まってますと。要はですね、経営者の皆さんが、知らない間にですね、今中学校や高校やっていうところが、どんどん、学習のスタイルを変えてきています。で、そういうことを学んだ学生たちが、社会に出てくるんですよね。で、私が危機を感じるのは、今の経営者がそういうことを知らないということなんですね。自分たちが学んできたことを、それで、学習するものだと思っているっていうところに、そもそも、こう、企業の中で教育が進まないっていうことの大きな原因なんじゃないかなというふうに思っているんです。どんどん、技術の進歩とともに、学習の方法とか、そういうことが研究され、開発され、こう、技術の進歩があるんですよね。それが、その経営者、より経営に近い、解決、決断する人たちが、その情報を知らない、そういうやり方を知らないがために、実は教育がうまく機能しないとか、効率的にできないとか、やり方が間違っていてうまく進まないっていうことが起きているし、今後もっと起こるんじゃないかなというふうに思っています。で、このアクティブラーニングの話は、実はその埼玉県の浦和高校の校長先生が、ある新聞に書いてあったという記事を私が読んでお話ししています。大人の社会、経営者が最も遅れているんじゃないかなっていうことが私の危機感にあります。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタント岩見がお伝えしました。